パパラッチパパラッチはセレブリティ等を付け回し彼らのプライベート写真などを撮影するカメラマン一般を指す属称である。パパラッチは独立契約者である傾向にあり主流メディア組織との関わりを持たない。フェデリコ・フェリーニが監督した映画甘い生活に登場する報道カメラマンでウォルター・サンテッソが演じたパパラッツォが由来。パプラッツォを一般名手として 複数型にしたのがパパラッチである。ロバート・ヘンドリクソンは、著書、ワードフレーズオリジンズの中でフェリーニは、特に腹立たしい雑音として、ヤブカを意味するイタリアの方言から取ったと記述している。フェリーニは、学生時代に、早口で話すために、パパラッチとあだ名を付けられていた男子を覚えていた。一方、脚本家のエニオフライヤーのは、フェリーニとのインタビューで、 イギリスの小説家、ジョージ・ギッシングの1901年の作品、イオニア海のほとりに登場するホテル経営者パパラッツォから撮ったと語っている。フェリーニとフライヤーののどちらかが無作為に本を開き、たまたま目についたその名前を映画の中の写真家の名前として使うことを決めたという。パパラッチは通常、撮影したスクープ写真を専門のエージェントを通して、 雑誌や新聞に売ることで生計を立てている。報酬はエージェントと取り分を半分に分ける場合が多い。エージェントを返して売るとパパラッチ自身で著作権を保持できるが、新聞や雑誌などに直接持ち込んだ場合、大抵は著作権も買い取りとなるため支払いは1回のみである。一部の国とアメリカ合衆国の一部の州ではパパラッチの夜間外出禁指令を可決したり、 パパラッチが自由に撮影できるイベントを設けることで、パパラッチの活動を制限しようとしている。ノルウェー、ドイツ、フランスなどではパパラッチが撮影した写真をメディアで公開する際は、撮影された人の許可を得なければならない。1997年にダイアナ元英王大使人、その恋人ドディアルファイドが、フランスのパリでパパラッチに追跡され、 高速カーチェイスの末、事故を起こし二人とも死亡した。数人のパパラッチが短期間拘束されたが、誰も有罪判決を下されることはなかった。公式審査では、運転手の飲酒と無謀な運転が事故の原因だったと発表された。近年では、プロフェッショナルではない素人が撮影した写真も買い取る、エージェンシーが出てきている。2006年3月に、 スキー旅行に出かけていたイギリスのウィリアム王子とその恋人キャサリン・ミドルトンがリゾート地で抱擁している写真がイギリス国内のタブロイド紙の一面を飾ったがその写真は同じリゾート地に偶然居合わせた民間人が撮影したものであるウィリアム王子が必要に追いかけ回すパパラッチに怒っているとコメントを発表してからは各紙がパパラッチ撮影による写真を買い取っていなかったが リゾート地での写真は二人の同意がなかったとはいえ、二人を追いかけ回して撮影されたものではない民間人のものだったため、各紙が掲載に至った。携帯電話でも画質の良い写真が撮れるようになり、カメラの軽量化、小型化により、普段カメラを持ち歩くことも珍しくなくなったため、民間人がスクープ写真を撮ることも可能となった。近年はこのような現象を指して、 市民ジャーナリストという言葉も生まれた。また、スクープ写真を撮る民間人を指してスナパラッチという。米国では報道ギャング、香港、台湾などでは犬子体などとも称されている。ありがとうございます。